プレイステーション2、一番ね、世代の方も多いと思います。探しに行きましょう。レッツゴー。いやー、難しそうだな、スピード系だとな。早いとね、ちょっと取り行くのむずくなるからね。なんだこれ。うわ、そういう系か。うわ、なんもない？大丈夫か。うーそうでしょう。むずいな。あー、これなんだっけ、あれだよね、グラビティデイズだ。隠しを探すの難しそうな面だね。うわぁ、あーなんだっけ、ゼルダじゃん、ゼルダじゃん、ファイナルファイターのことなんだっけねえ。なんかのアーティファクトまだないの怖いな。大丈夫かこれ。うわ、なんかダッシュするじゃんこいつ。OK。 嘘、もう終わりかな。え、アーティファクト見つけてないよ。いや、そんなことないよね。マジ？ああ、あれじゃん。なんだっけ？ああ、なんだっけな。サイレンじゃない、サイレントヒルか。ちょっと待って。そんなあったっけな。あれ？アーティファクト1個見つけてないよ。うわ、悔しい。もうなんか次の面かあるけど。ああ、まだまだか。じゃあ大丈夫。おお、スターウォーズだ。ラチェクラだ。さっき CPU とかね、前回ので言ってたけど、今回のバックオン SSD って言ってるね。
少しねえの。次行っちゃうぜ。マジかよ、あった。プレイステーション2コントローラー。うわ、悔しいな。1個しか見つかんなかったな。マジか。ちょっと戻るのもありだけど、ちょっと先行くか。まあしゃあないなあ。いっか。おお、なんか得意そう。あ、そういう、うん、得意じゃない、こんなマジかよ。これで燃やすんじゃない？なんだこれ。マルチタップ知らねえな。こんなあったんだ。友達できたりなくしたり。当たっちゃダメな感じ。うぇの方が安定するんだが。うお、メモリステーク8メガ。気持ち悪いこいつら。片方の方が確実にさ安定するのは気のせいで、この面はね、
余裕でした。はい、OK ですよ。はい、見つけた。何？なんだ？ああ、なんだろうね。デトロイトかな。よし、まずはこいつを倒して、ほら怪しい。ああ、なんだっけ、これ。あれだ。デビルメイクライ。当てれない。危ねえ。どうやってワンダー？どうやってワンダー？俺どうやってワンダー？なんかロック書いてあったよな。これなんだ？これなんだろうね。これなんだろうね。なんだ？わからんね。次のスポット来ちゃったっぽいけどな。プレイステーション2、そっか、当時は映画も見れたのか。なんだろうな、あれな。慣れちゃうもんな。うわっ。
武器じゃん。これでやんじゃない。来た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 、戻るよ。えい、あー、カメラもあったんだね。敵だ。うわ。楽しい。この面はもうアーティファクター2個ゲットしたからね。クリアに向かうだけだね。ジャンプするの忘れた。なんだこれは。スターウォーズのゲームかな。やられました。やられました。上のやつら強いんだな。おお、焦った。いろいろ探さないといけない感じになる。難しい。なんだろう、絶対。初めからさ、他なんもなかったかな。やっぱなんかあったな。やば。
ずい。マジか。あそこ行ったかな。あれしかなさそうか。なさそうか。うわあ。むずい。うわやばい。プレセージ2じゃん。なんと厚さ3センチ。懐かしい。あれこんなんだったっけ、忘れちゃったな。あぶねえ。うおお。うれー難しい。これはもう勢いでいくしかないな。やべ、いやーむずいくない。下か上か、上行ってみるか一回。あ、上チェックポイントか。一回下、しまった。何これ。下だったか。うん。難すぎだろ。急に。あぶねえ。むずいよ。ちょっとむずいぞ急に。なになにこいつ。うわマジかよ、ボス戦かよ。聞いてねえし。いやー聞いてないじゃん。こっちだろ。いやせこいじゃんそれ。いや、せこいじゃん。もう、せこいじゃん。えい。ここで、キープして。よし。やべ。
やんでー、むずい、なんでー、あーマジか、よし、ここで気付いして、やべ、よっしゃい、で真ん中行って、ああ、いやーもう死んだ、いやーめちゃめちゃ手汗かいたけど、ボトブー、ゴトブーだよね絶対。うわあ、プレイステーション2の音だ。特にやることはなくって感じ？よし、行くか。いや悔しい、プレステ2の面めちゃめちゃむずかった。うわー、あうちのはこっちだったよね多分。うん、いやー楽しいゲームばかりでしたね。悔しい。こいつの褒めで、ちょっと待って、 CPU プラザの近くからまで調べてみて。怖いよ。いいね、プレステ4ちょっと少ない感じするね。怖がってるようですね。うわぁ、みんな怖がるなら行くけどさ、どこどこどこ、地下だ、地下、地下どうやって行くんだよ。地下どうやって行くのよ。こっちか。はい、ボス戦。どうしたどうした。ええー。出てくるよ。始まりの1994。うわー、プレイステーションケンズ。でもワン。普通に面やないか。ボス戦だろ、どう考えても。なんだこのハート。
なんだよ。怖っ。なんかすごいプレステ1っぽいんだけど。デモデモプレイステーション。なんですかこれは。すごいすごい、なんかプレステ1っぽい。この後ね、この後せこいよこれ。初見殺しである。危ない。マジ？あと何回すんだよこれ。いやマジさ、それはめちゃめちゃラスボスな感じがしてんな。あ、やばいやばい。いやむずー。踊ってる、かわいい。ちょっと待って、そういうの嫌いなんだよね。うん、どうですか。いや、わかんないのよね、初見殺し感がさ。よぼくね。やばいよ、危な。敵多い、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 敵多い。なんで今っぽくなってんの。概要は同じか。え、なんだよこれ、マジか。ええ、せこくな、危な。強っ。何これ。なるほど、あと1回、体力なし、辛いな。クリア？クリアだねこれね。あー、クリアです。プレイルーム。いや待って、危な。クリアでございます。あー、むず。いやー楽しかったけども、コイン何できるんだろうね。
面白いゲームだわ。いや、手汗やばい。けどなんか昔のこうゲーム見れたのはすごいいいね。これはあーゲームオーバーじゃん。ああ、Thank you for playing. いやー、おもろかったよ。はい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 。そしてもう一つ。長い。ヘッドホンだ。え、これプレステ5じゃない？これ欲しかったんだよな、買えなかったんですよ。プレステ5だね。ウサギちゃんから金いっぱいもらわない。はい、カメラですね。私の今のテレビについております。HD カメラ。いや、これはね、おもろいわ。次は何ですか？コントローラーですね。私が今思ってんのが、これですね。あなたが今手にしているものです。よく見るとここね、丸×三角四角でできてるんですよね。ということは最後に出てくるのはもちろん GO!プレイステーション5。プレイ has no limits ということでね、空気清浄機みたいに、ね、でかいんですけどね。いやー、いいねー、いいですね。はーい、一通りね、ストーリーとしてはクリアしたのかな。コインどこで何使うんだろうね。コインはどっかで使えないのかな。ここ調子良かったね。あと皆さん
感じたかわからないですけど、面が変わった今みたいに次違うとこ来たじゃないですか。処理移動力早くないですか。ロード時間が短い。これもね、プレイステーション5のすごいところなんでね。 PSP も取ってないよね。絶対出てくるよね。あ、ガチャガチャでやれる感じか。ちょっとやるか。めちゃめちゃコインあるかな。めっちゃやろう。いいね。44回できるよ。あ、アーティファクト取れんじゃん。いいね。いいやね、何個あってもいいですかね。なんだこれ。 GPS 出レシーバーこれでダンジョンでも間に合うの。へー、知らねー。お、レイカー連続アーティファクト。お、プレイステーション4。いいねレックス。旬出るね。あ、プレイステーション3。ちょっとこれ以上小さくはできません。お、旬出るね。なんだこれ。あー、同じか。なんかいろんなプレイステーションじゃない。もっと小さくできました。かわいい。わあ、持ってた。持ってたわー。めちゃめちゃ持ってた。うわあ、懐かしい。超このサイズ、これ好きだったなー。めちゃめちゃ懐かしい。あと1回。うん、いいですね。うわー、なるほどね。やり込み要素はまだまだありますよっていうことですね。
いやー、 PSP あんのかな。 GO で終わりなんかな。 GO で終わりっぽいっちゃっぽいけどな。けどビータも出てねえっちゃ、ビータの。さあ出るのかな。コインねえかな。いいですね。ちゃんと全部集めてみたいと思います。それではまた違うゲームで。